皆さんこんにちは。オペラ歌手田地子こと田島由香です。今日は1回目の投稿ということで、このチャンネルの解説した経緯とか、簡単な自己紹介をお話ししていこうと思います。このチャンネルは主に合唱団やコーラスに所属されていたり、あとは声楽をご趣味で楽しまれている方、もしくはそういった活動をなさっていなくっても歌がお好きな方に向けて発信していくようなチャンネルにしたいと思っています。で、簡単な自己紹介なんですけれども、私は武蔵野音楽大学の大学院を声楽専攻で出まして、その後公益財団法人日本オペラ振興会というところにあります藤原歌劇団という団体に所属しているプロのオペラ歌手になります。藤原歌劇団といってもご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、日本で一番古株の、オペラ団体になります。創設されたのが1934年で、なんと86年の歴史があるオペラ団体です。オペラ歌手としての活動の他にも教えさせていただくお仕事もしております。ボイストレーナーとして合唱団とか、コーラスの、発声の指導に伺ったりとかですね、あとは行政がやっている健康目的のボイストレーニング講座などといったもので講師をさせていただいています。あとは、声楽の、このマンツーマンのレッスンですね、プライベートレッスンみたいなものもさせていただいていまして、まさにここでやっているんですけれども、来てくださっている方は主婦の方から OL さんなどいろんな方がいらっしゃっています。音楽歴も様々で、楽譜がちゃんと読めませんっていう方もいますし、音大を卒業して、声楽やってましたっていう方もいますし、現役のオペラ歌手っていう方もいらっしゃいます。こちらのチャンネルを開設した経緯なんですけれども、簡単に言うと、生徒さんはじめ皆さんの発声練習とか歌うことをちょっとお手伝いができるような動画ができたらいいなと思って立ち上げた次第です。現在これを撮っているのが2020年の4月10日になります。で、今まさにコロナウイルスの影響で全国各地で合唱団の練習というのはもうされていないところがほとんどになっていると思います。私の周りでも、もう中止になっていて、ずいぶん歌ってないという方がいらっしゃいます。実際歌っていうのはストレッチとかスポーツと似ているところがありまして、本当にこう定期的にある程度歌っていかないと、歌うための筋肉っていうのがこう落ちていってしまって、いつの間にか実力が落ちていってしまうということが実際にあるんですね。で、当初は私のところにこう来てくださっている生徒さんに向けて、この期間、お家でちょっと練習するためにお手伝いができるような動画を、撮ってお送りしようかなって思ったんですけど、いや、どうせ同じような動画を撮るのであれば、同じ悩みでこういらっしゃる不特定多数の皆さんにもちょっと活かしていただけるんじゃないかなと思って、思い切って YouTube チャンネルというのを立ち上げました。今お話ししたことがこのチャンネルを立ち上げた経緯なんですけれども、せっかく立ち上げるので、これを機に、歌は好きなんだけど歌ったことあんまりないんだよねっていう方にもこう一緒に歌を楽しんでいただくきっかけになったら嬉しいなと思っています。ただ一点注意点があるんですけれども、私は、声楽というクラシック の歌の専門家なので、例えばカラオケでこう地声をすごい使いながらうまく歌えるようになりたいんですけどとか、あとこうバンドとかをなさっていたり、極端な例で言うとロックとかなさっていて、シャウトみたいなのを教えてくださいっていうご要望にはちょっとお答えできかねるかと思います。オペラというのはだいたい1000人ぐらいの規模のホールで公演が行われています。その中でオペラ歌手がどういう状態で歌っているかっていうとですね、ざっくりと言うとですね、衣装を着て、歌ってるんですけれども、お客様がいて自分たちの舞台があって、その間にオーケストラピットっていうのがあって、ちょっと半地下みたいになっているところにオーケストラの方々が何十人かいらっしゃって、生で演奏してくださっています。で、そこの真ん中に、指揮者ですね、マエストロがいらっしゃって、指揮を振っていって、そのマエストロと音楽性などを合わせな
イクがない状態で、ホールに響く声をお届けして歌っているという、人たちがオペラ歌手になります。とても変わった人種ですね。ということで、その時に使用している歌い方をベースに皆さんに普段教えさせていただいています。なので今流行りのポピュラーミュージックとかの歌い方とはかなりどうしても違ってきてしまうと思います。ただ基本的な歌い方とか体の使い方とか、例えば声帯を痛めないようにするための歌い方とか、まあ、いくつかね、取り入れていただけることも多いと思いますので、ぜひご覧いただけたら嬉しいです。以上が今日お伝えしたかった内容になります。今日はまだ初回ですし、ちょっとだいぶ堅苦しい感じにはなってると思うんですけれども、少し息抜き的な動画も上げられたら楽しいなとは思ってるんですけど、まあ、それは更新しながら、変化していく部分もあると思っています。いずれにしてもですね、こちらのチャンネルをご覧いただくことで、あ、カラスが鳴いてますね、すいませんこのチャンネルをご覧いただくことで、もっと歌を楽しんでいただけたりとかですね、歌うこと自体をこう深掘りして面白いなっていう風に学んでいただける機会になったら嬉しいと思います。今日は